ちょっとどなたかなんか怖い話一ついただいていいよろしいですかえっイワシんもあるんですかちなみにあ一応短めのやつをあります<も>やっぱり芸人さんってほら階段ライブ出たことあるんでそうですね大体そういう時なんか用意するというか、ね、すごい直感なんですけどはい、はい、イワシかんだクランチの順番がいいと思いますあそうか、はい <laughs> そうなんです。あ、ホンズク。こ一番怖そうじゃないですか。いやわかんないけど。あ、僕でも結構いろいろその会談の仕事行ってましたからね。あ、ほら。絶対クランチ君の最後の言葉。いやこれね。うん。僕あのね、いやちょっと流れ的にね、実は僕話の内容的にね。うん。最後かなと思って喋ってた。あ本当に。内容的にそのむちゃくちゃ怖いとかじゃなくて。 そのはいはいまあこれ話したらあなるほどそれでお前最後がいい言うとったんかいっていうことだわかりましたじゃあ神田クランチ言いしにしましょうかあはいはいはいでいいですかあはいはいかりましたはいはいじゃあ私から神田さんからはいはい行かせていただきますドロ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 のロド 姉ですね<ー>姉のお話なんですが<っ>僕の姉はあのー、昔から霊感が強い人でして、はい、ある時も、えー、姉がね1人で部屋にいたら、えー、カーテンのところに、えー、女の人の霊がいると言い出して、うん、でさらに袋を持ってたらしくて、うん、袋がポロっとこう。 破れたら、えー、中から落ち武者の首出てきたとかいうようなタイプの女性なんですけど、えー、幽霊が見えると昔から。で、ある日ですね、その時当時、えー、5歳の娘ですね、うん、お姉ちゃんの。2> <ー>と2人で病院に行った時の話なんですけども、はい、病院の4階に行きたくて、エレベーターを使ったんですね。うん、で、エレベーターが開いたらですね、 中に作業服を着た血まみれの男の人の幽霊がいたらしいんです。で、うわってなって、うん、まあ病院だから幽霊いるかと思って、うん、まあでもエレベーター乗るだけだしと思って、うん、エレベーター行って4階に着いたんですね。で、降りたんですけど、そしたらね、その横にいたですね。 5歳の娘がですね、うん、お母さんと今エレベーターに作業服の血まみれの人いたねって言ったらしいんですよだからそれ聞いてうわっこれ私の霊感自分の娘にも映っちゃったなと思って<わ>めちゃくちゃ申し訳ない気持ちになって たらしいです以上でございますえー、同じのを見てた同じ幽霊を見たらしいですマジではい今もそういう霊感持っちゃってんのかな、お娘さんそ,それがね、でも多分ね今はもうなんか子供の頃見るって言うじゃないですか<ー>見えるんですよ、ね、だから今は霊感はないっぽいですね あの<え>子供ははお母さんはお母さんはまだありますえー、はいたまに聞いたりするのその最近とかお母さんまた見たよとかそういう話をたまに聞きますよえー、自転車乗ってる人いると思ったら足ないとか言ってましたうわもうだからお母さん別にもうよく見るから何ともないんやまあうわっていう時たまにあるけど、うん、あそうなんやはい神田くんは見ないの、えーえー 僕も全くゼロですね霊感はないです。は、えー、いう話ですけど特にコメントもないのでいまいちやってみたい, <laughs> い,やいや、いや僕いや僕すごい好きですよ。僕,僕ねあ本,当、はい、本当にあの幽霊とか、はいはい、宇宙人ハンドパワーはい、はい、何も信じてないので。あら じゃあ、もう戦士のこと嫌いやん。お一番怖い嫌いとかはないですあのす信じてないから興味があるというか、うん、信じさせてほしいみたいななるほどねだからまあ見るまで無理やろうね自分で実際体験するまでうん。うん、だから聞きたいしトッーさんも見え,るえトッシーさん見えるってことはじゃあ これ一回お話聞いた方がいいかもしれないですね、患じさん。とりあえず、丈夫。<laughs> <laughs> の今のは、岩下が悪いっすね。ね誘導してるもん、今の。言い、えー、たなかったもん、大丈夫。そんな、振り方ないっすね。<laughs> 本当だよ。トシさんは今日は無理というキャラが、あの、確立しましたので <laughs>、トシは。<laughs> こんだけガツガツしてますよ。まあ、見えるっていうのも嘘かもしれないしね。<laughs> そうか。そうか、わかんないね。うん うん。うん、ええー、やだなちょっと、やっぱりいいね。こう、僕、汗、汗は、ちょっとじわっと汗かえちゃった。あら、本当ですかあ、クーラー切ってるからだ。<や>クーラーこい。れ <laughs> 何ですか、その万年みたいで。そのボケするの一番怖いわ。<laughs> <laughs> ちょっとあの、クーラーじゃない部屋でいつも配信してるんで、それちょっといつも暑いんですよ。しょうがないですね、それすいません。違います。はい、ありがとうございます。では、次は。<laughs> あクランチい、はいいいですかてえっと僕が高校生ぐらいの頃に知り合いから聞いたお話なんですけどはい、はい、まああのー、ちょっと上の年代が、まあ、車の免許とか取り出したら、はい、やっぱあのー、大学生ぐらいってこうみんなドライブしたりとか、はい、にこう山に行ったり海に行ったりすると思うんですけども。はい、はい あの兵庫県のちょっとえー、と神戸の北の方にちょっと山があって、うん、六甲山のもっと奥の方に、ねうん、みんなでドライブに行ったりすることが多いんですけどはいなんかそこの山の上に、はい、まちょっとえー、と大きい病院の跡地があるんですよね。うん、ほうでまあそこの病院の跡地ってもともと病院やったんですけどはい、えー えっとまあ、そこの病院、まあ話によると、まあ、いわゆるこう心の病気の人たちが入院してるっていう病院だったんですけど、うん、ちょっと不慮の事故で火災にあってしまって、うん、でそこの病院燃えてしまったんですよね。で、火事になった時に、うん、えっに、みんななかなかそのうまいこと普通の人じゃないんで、こうみんな。 ね、入院されてる方なんでこう逃げ遅れたりとかしてみんなとりあえず火のないところにって言ってなんか地下室に逃げたらしいんですけどそこがなんかも,<お>も,もともとボイラー室みたいなやつったんで火が回って爆発してそこに隠れた人がみんな亡くなったっていう話があるんですよ。うん、でそこの病院の跡地にえー、っとみんな車持ち出したら。 結構その兵庫県の神戸とかに住んでる人たちは肝試しで行ったりとかして、うん、若い子が行ったりするらしいんですけど、うん、僕その CDI も行ったりとかして、うんえー、病院の前に車止めて、うん、で病院の中あの懐中電灯を照らしながら歩いていくんですけど、うん、まあ、えー、と結構建物はしっかりし,してるんで中歩けるんですよね。うん うん、あの病院だったなっていう面影ううみたいなのとかその燃え残ってる器具とかもあったりとかしてもうめっちゃ怖いんですよ、ほんまに病院の夜の病院っていう感じなんですけど診察室みたいなのがあって、はいえー、そのテーブルの上に、まあ、だから火事になった日のそのままになってるんで、うん、なんか病院の,そのカルテみたいなファイルとかがあったりとかして、うん、ここに来たっていうその根性あるよっていうので。 証明するためにその病院のその備品のとこに置いてあるそのカルテのファイルを持って帰ろうぜって調子乗ったやつが持って帰ったんですよ。<へー S 2> でそれを持って帰ってえ車に乗ってその時はもう何事もなく帰ったんですけどあのその持って帰った人の家に後日え家出に電話がかかってきてお母さんが出たんですけど。 なんかなんとかっていうちょっと聞き取れんかったけど病院から電話かかってるよって、うん、あんたにかかってるよって言われたんですよ、えー、でその人が全然その何のことか分からず、えー、電話に出たんですよねそしたら、えー、受話器の向こうからカルテを返してくださいって言われたって、うんうん、ええー、わかるでも怖くて電話を切ったっていう話ですえ え？めっちゃ怖いやんいや怖い怖いですどういうこと例がもうこう勝手になことすんなってて家にまで電話をしてきたっていうええー、<laughs> やだ <laughs> うん。ありゃ怖い<ー>怖いです、ね、病院系は嫌だねそうね確かに。 僕はね本当にその廃墟とか廃病院とかがあってでももう大人なんでそういうとこって入っちゃいけないよって分かってるんで入ってもいいですよっていう廃墟があったら行きたいっす。うん、<laughs> いやそういうタイプ、うん、あのそういう意気込みというかね気持ち。うん あま廃墟の写真撮るの好きとかねあとはその怖さを求めていく人いるじゃ、ね、ない、ね、僕も本当は行きたいけれどもちょっとあ,、うん、あんまりなかなか自分はねや,やっちゃうと何か問題になっちゃうとまずいんでこれ問題になっちゃまずいっていうのは世間的なルール違反でっていうことなんだけどその心霊が怖くてじゃなくてうん、うん、むっちゃ行きたい。 誰か言ってもいい廃墟があったら教えてくれせい。いやいいなもう、そういいわすごく。うん、怖いう話で。新鮮というかね、普段やっぱり笑いにあふれてるじゃない、僕たち。<laughs> そ<う>ね、い笑いにあふれてますね。うん、ダサいなで、笑う、笑わせたり、笑わ、笑ってもらえたり。 笑われたりはいかんよ、ね、そ,うう <laughs> そういうのが普通というかね常に日常なのでたまにこういう怖いやつとかねあとはびっくりするような話であったりとか、うん、ちょっとジャンルの違う話っていうのはちょっと新鮮で非常に良かったですそうですね、はい、それではあの、はい、私も一つ用意してきましたのでお願いします、はい、あの僕があの 学生時代の年。いや,や、まだやまだやキャーは。学生でキャー。失礼しました。え <laughs> もう一人いるもう一人いないです。もう一人ねいい。もう一人, <laughs> 人いないです。すみませんあ。怖い。それが一番怖いです。<laughs> もう一人いたらね、なんか一人二役みたいになってたので。うんはい、すみません。あの、まあ、学生の時に、はい、えー 高校で、まあ、中学の時学校でバレエの部活やってさらに終わってからもバレエの集まりで地域のチームに入ってたんでそのスポーツセンターでバレーボールの練習を夜もやってたんです。はい、でまあバレエみんなでやってみんなの楽しみって大体バレーボールやり終わった後にファミレスでペチャクチャするっていうのが楽しみだったんですよ。うん はい、あすいません失失礼礼ししししままますちを使っってうた <laughs>、はい、気になられたんじゃないかと思ってし、はい、まったんですけどうどうどう,どう、はい。みんなで話すファミレスでね、はい、話すのが楽しみだったりするじゃない、はい、ママさんバレーみたいな感じを、はい、みんなその集まりが楽しみで僕もその集まりが楽しみなのともう一つ楽しみなのがその僕が行ってたスポーツセンターの 自販機が無料で飲めるような設定だったんですなるほどねボタンを押すとカップ出てきてシャーみたいな。だからそこでいろんなジュースを飲むのが楽しみで、うん、である時あの練習終わってあ喉乾いたなって言ってあ今日じゃあ緑茶でも飲もうかって言って緑茶をポチッと押してカップがパッチャ、うん、ーっとこう注がれて、うん、で飲もうかなと思ったらなんかいつもより若干なんか濃い色だったの。あれ ななん濃いかな、まあ、気のせいかと思ってグビグビ飲んで「うん、あ喉喉潤ってよかったな」でじゃあ,あのみんなでファミレス行きますか」って言って、うん、で行こうかなと思ったんだけど、うん、ちょっとねさっき飲んだ緑茶の色のことが気になっちゃってあれなんででも濃かったんだろうなお茶っ葉でも変えたのかな、うん、なんかそんなこと書いてあったかな、うん、いや気づかなかったけどなんだろうと思いながら「あちょっと待ってて。 でもう一回さっきの自販機のところにに戻っって見に行ったんです、うん、そしたらさっきまでえ、うん、なかったはずの白い張り紙みたいなのが自販機にか貼ってあって「<う>あれこんなんさっきなかったんやけど何やろ?うん」と思ってその文字を読んでみたら「洗浄、うん、中ですので絶対に飲まないでください」って書いて え怖いね。飲んじゃった。怖い。やばいじゃん。やばいじゃん。エンディングでーす。<laughs> ちょっと待って。え <laughs> えちょっと告知怖い。ちょっと待って。え告知怖い。って。え告知い。った話って。え告知怖い。ちょった待って。え告知怖い。ちょった待って。え告知怖い。ちょっって。え いやいやいやちょっといいじゃんね<え>いいじゃんそう,そういうことよ3番目を狙ってたそういうことよちょっと、あ、おふざけのやつ用意しち,ゃしちゃったんでこれ一発目だとまずいなと思ってこれはじゃあ私がちょっと尻拭いしますかちょっとおかわり1個だけいいですかあれお何短いんでおしありがとうございますぜひちょっとじゃ、うん、すいません、はい、すいませんが、うん、お願いしますじゃあすみません 最後にちょっとおかわり1個だけ。はい、あのこれあの私の知り合いの男性から聞いた話なんですけど、はい、はい、その子はですね、うん、よくスーパーに行くらしいんですね。うん、で、ま、買い物するんですけど、うん、そのスーパーにの、うん、り弁がね、200円で <laughs> 売られてるらしいんですよ。ああそれでも十分安いじゃないですか。まあえ なのに、その人はタイムセールとかで半額になることあるじゃないですか。<う>はい。スーパーがあるでしょうね。それをね、狙って買いに行くらしくて、ある日、<え>あのー、200円で売ってたんですけど、あれ、もうちょっとしたら、これ、半額シール貼られるぞって新、はい、しくて、はいはい、わざわざスーパーの中、30分時間潰して、<laughs> 100円ののり弁買ったらしいです。おそれわシやないかい。<laughs> <laughs> 怖くないよ。その人、今年41です。いやー、それ、いや、わしや。え怖くないよ。怖いよ。<laughs> 怖いです。<laughs> 今日一怖いよ。ほんでね、あの、100円のね、のり弁が一つ、二つと、で、 せっかくだから、うん、あの次の日の分で4つぐらい買ったことがあるんです <laughs> お岩さん的にはのり弁が1つ 1> そうそうそう <laughs> 普通だったらまあ1つでいいんだけどその翌日の分も欲しいなと思って <laughs>、うん、大量買いそんなことしてたら怖っ 恐ろしいで一番怖いでいやいやいやええー、ちょっとやめてくださいよノり弁の例が出ますのり弁全然出ないよ出ないです、うん、ということで、うん、あの皆さんいろんなお話をいただきましてすいませんありがとうございましす,です、ね、ありがとうございましたということでい、えー、長い時間皆さんリスナーさんありがとうございましたありがとうございましたえりがとうございましたと や <laughs> った <laughs> じゃあやった方がいいのか最後名前をね<ー>言っといたら手羽先ジャンプルーカンダと倉本クランチでしたどうもありがとうございましたおやすみなさいおやすみなさい